第7代ノーフォーク公ヘンリー・ハワードは、イングランドの貴族。1655年1月11日、第6代ノーフォーク公爵ヘンリー・ハワードと、その妻の長男として生まれる。オックスフォード大学、モードリン・カレッジで学び、マスター・オブ・アーツの学位を取得。1679年1月に、繰り上げ直書により、モーブレー男爵を継承して、貴族院に招集された。 1682年12月に、ウィンザー城管理長官、サリー総督、バークシャ総督に就任。1683年1月に、ウィンザー出自となり、同年4月から、ノーフォーク総督にも就任した。1684年1月の父の死により、第7代ノーフォーク公爵位を継承した。1684年9月に、 オックスフォード大学より名誉民事法学博士号を授与される。1685年2月のカトリックのジェームズ2世の即位に際してノーフォーク公がジェームズ2世への大位継承の旨の宣言を発した。同年5月にガーター勲章ナイトに除された。1685年6月にはノーフォーク公爵不評連帯名誉連隊長となったが、 彼はプロテスタントだったので1686年にカトリック教会への参拝を拒否して辞職した。1687年にはサリーとノーフォークにおいてジェームズ2世の信仰自由宣言に関する評判を情報収集するエージェントの役割を果たすことをジェームズ2世に約束していたが、1688年7月にはオラニエコー・ウィレム3世のもとにハセ参事。 名誉革命成功後の1689年2月に、ウィリアム三世の即位を指示した。同月、数密顧問官に任じられる。1689年3月には、ノーフォーク公爵不評連帯名誉連隊長に就任。1701年4月2日に、ロンドンセントジェームズスクウェアノーフォークハウスで死去。爵位は、おいのトマスが継承した。 1679年1月14日の繰上げ直書により父ヘンリーの保有する借位の打ち継ぎの借位を継承。1684年1月11日の父ヘンリーの死去により以下の借位を継承した。1677年に第二代ピーターバラ伯爵ヘンリーモードンとの娘メアリーと結婚したが子供はなかった。 メアリーは公爵邸によく出入りしていた軍人サージョン・ジャーメインと浮気し、これに公爵が立腹して1685年から別居となった。さらに公爵は妻の浮気相手ジャーメインを相手取って10万ポンドの損害賠償を求める訴訟を起こした。この裁判はメアリーが貴族院の証言台に立つなどしたため、注目を集めたが、 メアリーは熱心なカトリックでジャコバイト派であったため、その思想を持つ者たちがメアリーを熱心に応援し、公爵は不利な立場に立たされたという。結局公爵はこの裁判で100マークの損害賠償しか取れなかった。夫妻は1700年4月に正式に離婚し、離婚後メアリーはジャーメインと再婚した。ありがとうございます。